フンチェシティ県は、モルドバ中西部の県。県とはフンチェシティ。2012年の人口は12万1600人だった。アレクサンドル・ラプスネアヌ4から3万年前の石器時代から人が住んでいた。紀元前4世紀、紀元前3世紀、ルプスナやアニナに、下体文化が栄え、多くの墓が作られた。14世紀には、ラプスナには、貿易市場があった。 1420年代の記録に、セカレニ、レウセニ、ラプスナ、シウシウレニに人が住んでいたとある。15世紀から18世紀、この地域は、ラプスナ県の一部だった。県とは、ティルグルラプシュネで、県知事が治めていた。ラプスナから、トランシルバニアやポーランド、ポントストシ郡、ドナウ川、ドブロジャ、コンスタンティノープルに道路が繋がっていた。オスマン帝国が、 セタテア・アルバとキリアを征服し、タタールが無弱を征服した後、モルドバの南部国境はフンチェシュティ県近くまで北上した。1812年、ロト戦争の結果ロシア帝国はベッサラビアを獲得し、住民のロシア化を進めた。1918年、ロシア革命の後にベッサラビアはルーマニアに、割上された。この地域はラプスナ軍に編入された。 1940年、独ソ不可侵条約によってベッサラビアはソ連に占領された。1991年、モルドバの独立によってこの地域はラプスナ軍の一部になった。2003年、フンチェシティ県が設置された。フンチェシティ県はモルドバ中西部に位置する。北から時計回りに接する。ルーマニアとの間にはプルト川が流れる。 標高は100から350メートルであるの3種類の地形に分かれる13.9%が都市に住む2010年11月28日のモルドバ共和国議会選挙の結果2010年の県議会選挙の結果は合同でこの地域の観光促進を行っているが人気がある県の南側に位置する地域であるバドゥ・ルイボダには ビラシカールと呼ばれる、同国において最も古いフランス建築様式の施設がある。ビラはルーマニア語で、屋敷を意味する。ありがとうございます。